しかもなんだかあの人だけ眩しい。あんな人がいるから、あの男がいるから。スタコちゃん、タケルが。はい。え、デイ、デイ、あの男。失礼します。デイ、デイ、痛っ。どうした？なんかチクって。スナコちゃんも連絡ぐらいくれればいいのにね。難しいよな、女心って。何お前。え、あ、いや、さてはノイと何かあったな。え、うん、何もない。おい、何かあっただろ。な、言えよ。何もしない、何もない。言えっつーの。今日ね、どうした？あいつだ。夢の中で中原スナコ襲ったやつ。え？失礼。おばちゃん、誰だ？あんたたちには関係ない。けどあいつだ。向こうに行ってなさい。本当に夢に出てきた人？葵さん、もう乱丸、お嬢様一筋じゃなかったの。今調整中なの。もしもし、ごめん。けどあいつどっかで見たような。なんかおばちゃんの様子もおかしいよな。正体暴いてやるよ。なこちゃん、そんなことしなくても。一宿一般の恩義ですから。あ、いらっしゃいませ。お客さん。おい、お前京平。あ、もうまぶしい。まぶしい生き物。お父様のお使いでありました。え？は？うい。トリックバトル？はい、迷宮入りです。はい。グレッグよ、私の兄の会社で働いてるの。はじめまして。おばちゃんのお兄さんってスナコちゃんのお父さんのこと？そうよ。ていうか、なんでこいつが迷宮入りにいたんだよ。あんたが出てけって言ったんでしょ。おいよ。兄はレアメタルを採掘する技師でアフリカの鉱山で働いてるんだけど、国王に認められて会社を起こすことになったの。え、そうなの？それでグレッグがスナコちゃんを迎えに来たってわけ。迎えに？社長は奥様と一緒にアフリカに永住することを決めました。スナコさんにもきっと欲しそうです。スナコちゃん、アフリカに行っちゃうの？お前、本当にこいつの親父の使いかよ。何言ってんの？あの夢を気にしてる？夢？本当にアフリカに住んでんのか？どっかで見たことあんだよ。失礼よ、京平。おとといあなたとお会いしましたよ。あ？おととい？はい、おとといも僕にお邪魔しましたから。で、中原はお出かけでお会いできませんでしたが。道を切ってたきです。なんだ、会ったことあったんじゃん。ああ、その記憶がスナコちゃんのことと夢の中でつながっちゃったんだ。京平って単純。あの、夢って。なんでもねえ、なんでもねえ。でもおばちゃん、クレイクさん来てたならそうだって教えてくれればいいのに。そしたらバレちゃうじゃない、スナコちゃんが北海道に帰ってなかったこと。スナコさん。はい。よしてやる。スナコさんの部屋には動物の骨たくさん飾ってありますよ。骨、どっかで見たし。またホラー心がくすぐられて。ギロチンの次は動物の骨か。スナコちゃん、つらいじゃダメ。
園香さん、アフリカ行きましょう。あら、